皆さんこんにちは。本日もピクミン4やっていきましょうか。で、今日の内容ですが、ピクミン4のラスボス倒すことに成功いたしました。プレイ時間で言うと約80時間。なんでこんなにやってんだよって感じかもしれませんが、これね、体験版も含めて76時間っていう数字がおそらく出てるのかな。そうなんですよね。これ体験版も含めてになっていて、で、体験版の時に結構放置してしまっていたから、それも含めて76時間。だからまあ実際にやってる時間もっとね、少ないんですが、一応ね、こういった形で76時間っていうのが正式な数字として出てきております。で、一応ラスボスを倒しましたが、救助した人の数がね、45人というところで、完全クリアはまだしておりません。まあ、これからですね、完全クリアに向けて、お宝の回収とか、あと、飛ばしてきた、まあ、救助した人の数っていうところで、こちらをですね、メインターゲットとしてこなしていこうと思ってます。あと、ま、夜探索とか色々やるべきことはあるんですが、まあ、結構ね、このゲームボリュームすごいよ。そういったところを考えると。多分これ100時間ぐらいは優に遊ぶことができるゲームじゃないかな。まあそれぐらいのボリューム感がございまして。まあ過去作の1、2、3、そしてデラックス。それを鑑みても、間違いなくトップレベルのボリュームかと思いますね。まあ冒頭でね、イントロダクションとしてお話をさせていただきましたが、ここからはより詳しい感想を話していきましょう。そしてその前に、もしよろしければ、皆さんの感想を、特にピクミン4全般的な感想を、ぜひ教えてください。どうでしたか、今作。ぜひ率直な感想を聞かせてください。まあ、面白かったとか、良かったとか、まあ、それだけでも全然いいです。ただ、具体的に、どういったところが良かったのか、どういったところが課題だったのか、こうしてほしい、ああしてほしい、ああだったら良かったのにっていうところももちろんあると思うから、まあそういったところもね、かなり参考になるので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。では、ここから感想入っていきましょうか。冒頭で申し上げた通り、ラスボスを倒すことに成功しました。いや、ラスボスのね、最終形態、やばかったね。あれね、動画投稿してるんだけどさ、初見殺しすぎないか。いや、マジで。いや、あれ、初見殺しすぎるわ。本当に。まあ、とんでもなかったっすね。まあ、気になる方はね、そちらの動画見ていただきたいんですが、まあ、なかなか苦戦しまして、ようやく倒すことに成功しました。で、このゲームですね、全体的には高評価かなと思っていて、まあ、良くも悪くもピクミンかなと思いました。これどういうことかというと、ギャップがなかった。いい意味で、ピクミンでした。まあ、要するに、なんかゲーム性が損なわれてなくて、まあ、ピクミンって書かれているけど全く違うゲームってわけではなくて、しっかりと自分のやりたかったピクミン、ファンがやりたかったピクミン、子さんの方が楽しめるピクミンでした。まあ、例えば過去作のボスとか、あとはね、フィールド、洞窟が出てきたりとか、まあ、一部分になりますが、まあ、そういったところもうまく表現されていて、特にピクミン2の洞窟かな。まあ、部分的に表現されていてすごいなと思いました。そう。あと洞窟名とかさ。だから本当になんかピクミン2の良かったところとかが結構取り込まれていて感動しましたね。で、あとはま、ピクミン1、2、3のいいとこ取りみたいな作品となっていて、まあ、本当になんか4からの新要素、オッチンとか、ま、いろいろあるんだけどさ、そういったところと、シナジーが生まれて、非常にね、いいゲームの完成度だなと思いました。まあ、不満点とかはね、ちょこちょこあるんですが、まあ、全体的には高評価。まあ、以前の動画でも話しましたが、本当にね、素晴らしいゲームだなと思いましたね。いや、マジでね、ハマりまくって、寝る間を惜しんでやりましたね。いや、本当に面白かった、このゲーム。買ってよかったっていうかさ、俺的には、まあ、ゼルダもめちゃくちゃ面白かったんだけどさ、俺はピクミンの方が個人的に好きなんだよね。前も言ってたけど。あと FF とか。ただ FF16 めちゃくちゃ面白かったけど、俺的にはピクミン4の方が良かったかな。うん。いやー、マジで、今年一面白いゲームじゃないかな。まあ、個人的にね。
まあ今まで様々なゲームやってきたけど、今年一番は多分ピクミン4になるんじゃないかな。まあ後半にマリオ RPG が控えてるから、まあそっちとちょっと競合することになるかもしんないけど、個人的にはティアキンと FF16 を抑えてピクミン4の方が面白いかなっていう印象でした。はい。まあ、あくまでこれ個人的な見解というか、まあ、好みの問題なんで、まあ、参考程度に受け取っていただきたいんですが、まあ、個人的にはそういった評価になってます。で、あとはですね、全ピクミンバランスよく活躍っていうところで、なんだろ、ピクミン3の時はイヤピクミンがぶっ壊れすぎて、なんかイヤピクミン無双でした。一方でピクミン2の場合は紫ピクミンがぶっ壊れ性能すぎて、紫ピクミン無双でした。まあそういった形で、各ピクミンシリーズ無双できる、ピクミンがいて、で、そのピクミンに依存して戦うっていう傾向がとても強かったので、まあそういったところを考えると今作で非常にバランス取れていて、どのピクミンも活躍してくれた。逆に活躍しなかったピクミンっていないんじゃないかっていうぐらいですね、バランス感に優れていたんじゃないかなと思いました。なので、本当に絶妙なバランスでよく仕上がっていたなと思いましたね。はい。まあここは本当に良かった。まあイヤピクミンも弱体化しましたからね、紫ピクミンも。まあいい意味でも悪い意味でもバランス取れたって感じでしょうか。まあその代わり羽ピクミンが利便性高すぎてちょっとぶっ壊れじゃねえかと思ったけどさ、まあそれはそれでいいでしょう。あと氷ピクミンね。うん。あとはラスボス以外が簡単っていうところで、まあフィールドだったりとか探索だったりとかもそうなんですが、あとボス戦であったりとか、まあ正直簡単でしたね。まあこれ多くの方が言ってると思うんですが、簡単。めっちゃ簡単でした。まあラスボスの最終形態が異常にやばかったっていうのと、ダイオデメマダルの最終形態かな。まああれもなかなかやばくて、まあそこぐらいかな苦戦したの。逆にそこぐらいしか苦戦する要素ってこのゲームなくてさ、また本当に簡単みたいな、簡易的みたいな感じでした。だからまあ良くも悪くもライトユーザーでも楽しめるゲームかなっていう印象ですね。あとは自力で完全クリアできる難易度っていうところで、まあ、お宝もですね、なんかピクミン1の時とか昔はね、攻略本見ながら、進めていかないと、なかなかね、見つけにくいというか、どこにあるかわからないみたいな状況だったんだけど、良くも悪くもお宝センサーだったりとか、オッチに頼んで、お宝まで案内してもらったりとか、いろいろできるので、まあ、すげえ簡単。だからまあ攻略本いらず、攻略サイトいらずで、まあ単独で自力で完全クリアできる難易度かなと思いましたね。まあ良くも悪くも、ね、ゲームに没頭できる、没入感っていうところは非常にね、高評価ポイントなのかなと思いました。まあ完全クリアできるというところで、まあ非常に簡単ですからね、こちらも。なのでライトユーザーでも普通にこれね、できるんじゃないかなと思いました。あと、オッチンがぶっ壊れ性能っていうところなんですが、このゲームですね、オッチン無双すぎるわ。どうオッチンを使うのか、どう強化するのか、どう任せるのか、どうオッチンの性能引き出すのか、立ち回るのかっていうところにかかっていて、こいつマジで最初から最後までぶっ壊れすぎるわ。なんかバランスブレーカーっていうかさ、ガチであらゆる面でぶっ壊れたんだよな。まあこのオッチンがピクミンにおいて必要だったのかどうかって言われると、俺的にはめちゃくちゃやりやすくなったからいいんだけどさ、けどなんか今思うと、なんだろうね、オッチンが存在することによってめちゃくちゃ簡単になってしまったみたいな、特にボス戦とかあるので、なんか次回作以降は下方修正されそうな感じがするよね。もしオッチンみたいな宇宙犬とかをね、次回作も引き連れることができるんであれば、まあ、それぐらいね、今回ぶっ壊れ性能でした。なので、このオッチンのせいでなんかそのピクミンが相対的に簡単になってしまってるっていうのもあるのかもしれませんね。まあ、個人的にはね、いいそのバランスの取り方かなと思いましたが、ただ、総じてかなりぶっ壊れ性能なんで、多分次回作ではちょっと自重した方がいいのかなと思いましたね。あと、このゲームですね、携帯モードではなくて、多分ね、テレビにつないで、プロコンで操作した方がやりやすいと思います。多分これね、結構やりにくいというか、携帯モードだとあんまり推奨はできないかな。あとジョイコンとか。できればプロコンの方がいいね。なので、もしこれから購入予定の方はここら辺もですね、ぜひ意識をしてください。で、あとはですね、こちらのゲーム、オンライン未対応となっておりまして、
まあ今作段取りバトルっていうところで、これめちゃくちゃ面白かった。まあ2の時のちょっとオマージュみたいなルール変更みたいな側面が非常に強いんですが、この段取りバトルがねめちゃくちゃ面白くて最高すぎるわっていう。にもかかわらずオンライン未対応というところで、まあ、対戦要素っていうところがないんですよ。なんかせっかくだったらさ、なんかオンライン要素とか、例えばそのマリオメーカーみたいな感じで、なんかランク S とかランク A とかみたいな、そのランク戦みたいなのあればさ、めっちゃ盛り上がったんじゃないかなと思いましたけど、現状ですね未対応となっております。なんかここのところが残念だったかな。なんかこういったところがもし対応してるんであればめちゃくちゃ盛り上がりそうな感じがするんだけど、まあちょっとねゲーム性的に難しいのかな。はい、まあそんな感じでございます。あと夜探索が残念というところで、まあ、今作のメイントピックス、新要素としまして夜探索っていうものが、挙げることできるかと思います。ただ夜探索が追加されましたが、ただやれることが限定的すぎるっていうところと、短時間すぎる、自由度がなさすぎる、やることが決まっているっていうところがね、なんか残念だなと思いました。なんか探索って書かれてるけど、実際なんか探索できなくてさ、どちらかというと防衛戦みたいな、ミニゲームみたいな位置づけとなっていたから、なんか最初夜にも探索できるんだすげーってなってたんだけどさ、ただ蓋を開けてみると夜に探索はできなくて、夜探索っていうその別のミニゲームみたいなものが追加されてるみたいな位置づけでした。なんかこういったところにもっとフォーカス当てて、もうちょっと自由度を高めればよりね面白い作品に仕上がっていたんじゃないかなと思っていたんで、ちょっとそこのところが残念だったんかな。あとは 1,2,3 のいいとこミックスっていうところで、このゲームですね、ピクミン1、ピクミン2、ピクミン3のいいところがすべてミックスされている作品となっていて、まあ、ところどころに過去作のオマージュが存在しました。まあ、こういったところもね、ファンが喜ぶ要素かなと思いましたので、まあ、ライトユーザーのみならず、ファンの方も楽しめる作品となっていたのかなと思いました。あと、DLC につきましては、これね、他の動画でも語っていこうと思っているんですが、ありそうな予感はするよね。ありそうな予感はする。まあ、ここの詳細は別の動画で語っていきましょう。で、あとはまあ、ストーリーが全体的に作り込まれているというところで、まあ、それこそ1と2とかもストーリーはあったけど、まあ、形だけみたいな、そんななんかがっつりしたようなストーリーとか、あとはキャラクター同士の会話っていうところが繰り広げられていたかっていうとそうではなかったと思っていて、まあ、それを考えると、まあ、3の頃もそうだったんだけど、4になってから、なおさら加速しまして、ストーリー性が増したなと思いました。なのでキャラ同士の会話であったりとか、まあ、そういったところがね非常に多くなっているので、そこの点は良かったのかなと思いましたね。まあ、例えば1とか2っていうのは淡々とステージをクリアしていくというところがメインとして挙げられていたと思いますので、まあ、今作みたいな、まあ、シミュレーションみたいな側面かなっていうところがほとんどなかったので、まあ、そういった意味だと、非常にですね、ストーリー性だったりとか、そういったところが良かったんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そんな感じでございます。まあ、他にもいろいろ語っていきたい内容がございますが、今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、ぜひこのタイミングでお願いいたします。ではまた。